肖像画クリスチャン・ラッセンは、ノルウェー出身のドイツの東洋学者、インド学者、ボン大学の教授を務めた、ノルウェーのベルゲン出身。はじめ、クリスチャニア大学で学び、1822年にハイデルベルク大学、ついでボン大学に移って、アウグスト・ビルヘルム・シュレーゲルにインド学を学んだ。1824年から1826年に、 かけてシュレーゲルと共にパリとロンドンを訪れて、写本を書き写した。パリでウジェーヌ・ビュルヌフと協調で1826年にパーリ語論考を出版したが、これはヨーロッパ人によるパーリ語研究の講師だった。1827年に、ボン大学の博士の学位を取得した。1830年に、ボン大学の古代インド言語文化の院外教授。 1840年には、聖教授に就任した。シュレーゲルトラッセンは、ドイツ発のインド学教授であり、ボン大学は、ライン側のベナレスと呼ばれた。ラッセンは、東洋学法、サイトシュリフトフュア大イでデデモーガンランズ、1837から50、全7巻の編集者だった。ラッセンは1836年に、 ビュルヌフと共に古代ペルシア設計文字碑文とアベスター語の比較を行った。1845年にラッセンは古代ペルシア設計文字が後続する母音によって文字を使い分けていることを発見した。これはローリンソンがベヒストゥン碑文の解読を発表する前だった。ラッセンはビュルヌフと共にパーリ語研究所を表した。またヨーロッパで最初のプラークリット研究所を出版した。 ラッセンの最大の著書はインド古代学である。また、サーンキヤカー・リカーなど、いくつかのインド文学を肯定、翻訳した。ラッセンは、シュレーゲルによるバガバットギーター本文及び訳中を1845年のシュレーゲルの没語に改訂した。インド以外の様々な古代語も研究した。ありがとうございます。